どうも、ナオチンです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はこのゲームでぶっ壊れてる技7選をやっていきたいと思います。それでは早速いきましょう。それではまずは白ひげの氷山鳥海ですね。エフェクトなしの技ではダントツで一番火力があるのではないでしょうか。いや、むしろエフェクトありの必殺技よりもこっちの方が火力があります。そして攻撃範囲ですね、横にはそれなりの広さなんですけども、縦への範囲が広すぎる。ある程度離れたボスをワンパンで倒したりしますからね。この技ぶっ壊れてます。次のぶっ壊れ技はカイドウのチャージ3ですね。カイドウは竜フォルムも強いんですけども、通常のカイドウも強い。チャージ3なので発生が早くてとても使いやすいですね。この技ぶっ壊れてます。続いてはシャンクスのチャージ5ですね。シャンクスは覇気を貯めて攻撃をすると火力がぐっと上がるんですけども、この技覇気を貯めなくても十分強いです。もちろん覇気を貯めた方が強いんですけども、これ衝撃波が走ってその後に爆発する時のダメージえぐいです。この技もぶっ壊れてますね。続いてはカタクリのチャージ6ですね。スピードタイプなのにパワータイプ以上の火力を出すことができます。そしてこの鏡餅、もう一ついいことが敵を拘束するんですよね。ボスすらも拘束するので、その動けない敵にバシ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 とダメージを与えてとんでもない火力を出すことができます。初見で使ってめちゃくちゃ強かったのを思い出しますね。ぶっ壊れてます。続いてのぶっ壊れ技はスムージーのチャージ5ですね。この技火力はもちろん高いんですけども、攻撃範囲がとにかくえぐい。普通に打ってもすごいんだけども、フォルムチェンジするととんでもない範囲になります。おそらく全キャラで一番攻撃範囲が広いのではないかな。ぶっ壊れだね。続いてはこれですね。最近教えてもらいましたヤマトの空中での雷鳴発揮です。通常で撃つ時の2倍のダメージを出すことができて、真の海賊無双の一番最後に出てくるシャンクス、あれものすごく耐久力あるんですけども、あいつをワンパンで倒すことができる、とんでもない技ですね。間違いなくぶっ壊れです。それでは最後のぶっ壊れ技ですね。皆さんご存知だと思うんですけども、カイドウの竜フォルム方向ですね。方向をすると氷塊が降ってきます。これが範囲と降下時間がえぐい。これ降ってる間にゲージを再度溜め直してまた方向をする、この無限ループで、歩いてるだけで敵を倒していけるっていうとんでもないぶっ壊れ技ですね。多分一番強い技はこれじゃないかな。はい、ということで今日は海賊無双4のぶっ壊れ技7選をやってみました。これ以外にもぶっ壊れ技あるよっていう方はコメントにぜひ書いてみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。